ビッキー・ゲレロはアメリカ合衆国のプロレス関係者。WWE などで活躍したプロレスラーであったエディ・ゲレロの未亡人である。w w e への登場は2005年からで、エディとレイ・ミステリオとの確執や、エディシモのチャボ・ゲレロとミステリオとの交想などに関わった。2007年10月には、セオドア・ロングが心臓発作によって、 スマックダウンのゼネラルマネージャーを退いたことによって、その公認となった。就任当初は、前任のロングの路線を引き継いで善良な GM として、活動したが、エッジとの恋愛が発覚したことをきっかけにヒールターン、エッジを勝利に導くために、あらゆる手段を講じるようになる。また、2008年には、エッジ、チャボ、カート・ホーキンス、ザック、ライダーと、 ラファミリアと称するチームを結成。数々のライバルと激しい抗争を繰り広げ、その中でジ・アンダー・テイカーからリング上で、ツームストーンパイルドライバーを浴びる羽目にもなった。エッジとは結婚をするが、ほどなくして、エッジの浮気が発覚して激怒。サマースラムにて、エッジに、テイカーとヘルイン・アセルで戦わせるという制裁を加え、敗れたエッジが長期欠場に追い込まれたことで、 一旦は、破局したかのように思われた。しかし、サバイバーシリーズでのトリプル H と、ウラジミール・コズロフとの WWE 王座戦に、介入、試合をトリプルスレッドマッチに変更して、欠場明けのエッジを途中参加させるという、強権発動によって、エッジをチャンピオンに返り咲かせることに成功し、関係が復活する。ストーリー展開では、試合に出場したり、 レフェリーを務めることがある。また、スマックダウンに女子王座がなかったことから2008年7月にデーバズ王座を創設した。2009年3月には RAW の GM であったステファニー・マクマホンが構想で負傷したため、その代行も務めるようになった。4月1日には公式サイトで妊娠したことが発表されたが、これはジョンシナの発案による エイプリルルフーーのジョークであったレッスルマニア25の後、正式に RAW の GM に就任し、スマックダウンの GM からは退任することが発表された。RAW の GM 就任後は、ビッグ・ショーとの不倫が、ジョン・シナによって暴露され、ビッグ・ショー、エッジとの三角関係が展開された。その後は、サンティのマレラから舞台呼ばわりされたのをきっかけに、 マレラの妹サンティーナとミスレッスルマニアの座をめぐる構想を展開。一度は RAW でミスレッスルマニアをサンティーナから奪うも6月7日のエクストリームルールズでの豚小屋マッチで敗れミスレッスルマニアの座を失う。マレラ兄弟との構想中にはチャボ、リーガル、マットを GM の特権を利用して協力させたりしていた。エクストリームルールズの翌日の RAW で RAW を根底から揺るがす発表を行うと宣言して、自らの GM 辞職を表明。すると、エッジが現れ、職権を利用するために結婚したことを激白して、離婚へ。この放送を最後に、WWE を退団した。その後10月にスマックダウン10周年の記念特番が放送された際に新しい恋人のエリック・エスコバーを連れて、 再び WWE に登場し、以降エスコバーのマネージャーとして活動する。11月には、会長のビンス・マクマホンにより、スマックダウンの相談役に任命される。その後 GM のセオドアロングにエスコバーとジョン・モリソンの IC 王座戦を、半ば無理やりに組ませた。しかしエスコバーが、王座ダッシュに失敗したことに起こり試合後のエスコバーに、平手打ちをし、 別れを告げ、エスコバートの恋人アングルは終了した。その後は、ドルフ・ジグラーと恋人アングルが開始され、権力を使うことで、ジグラーは8月6日のスマックダウンで、コフィ・キングストンから ICE 王座をダッシュ、さらに何度も再戦が組まれたが幾度となく卑怯な手段を使って、ジグラーに防衛させ続けた。その後も、ジグラーが i c を失ったすぐ後に、 世界王座第一挑戦者決定戦に参加させたり、その後のジグラー対エッジの世界王座戦線にて、権力を使い続けエッジの不利に働き、ついには王座剥奪、ジグラーの体官にまで至ったが、直後に復帰したテディロング GM によって、エッジ対ジグラーが再度組まれ、エッジが王座を取ったばかりか、ジグラーも自身も首になってしまうのだった。その後、匿名のロームによって、 ジグラーと共に RAW 出場の契約をし、またも卑怯な妨害を使ってキングストンから US 王座をダッシュさせる。その後もジグラーとの恋人関係は続いていたが、彼女のトレーナーとしての腕を買ったジャックスはガーも加え、二人のマネージャーとなり、いつしか恋人ギミックは消滅していた。三人の出世のための様々な手段を講じるが、 不仲になったことからジグラー対スワガーを行わせ、負けたスワガーを追い出し、再びジグラーを王者にし自らも出世するために活動をするようになる。2012年終盤、GM のアージリーがジョンシナといい中であると中傷し、それによってアージを解任させることに成功。さらに、自らが運営監督となる。しかし、年末に会長に脅され、TLC にて、 ジグラーにとって不利なシナトのマネー戦を組まされ、怒ったジグラーに振られてしまった。さらにジグラーがアージと付き合うようになったことで、何度か怒りの矛先を向け、2013年に入ると、ロイヤルランブルの出場順を選ぶ権利を得たジグラーに、あなたが選べるのは1番か2番だけと言ったり、ジグラーが以前追い出したクリス・ジェリコを復帰させるなどした。6月頃から、マクマン会長やトリプル H、 ステファニー・マクマホンによって権力の板挟みになる光景が増え、7月の査定によって運営監督を解任された。怒り狂ったが彼女を買っている会長によって再びスマックダウン GM の座を得た。2014年6月頃にレインズの策略ではあるものの、ステファニーにサイク入りのコーヒーを飲ませ、体調を崩させ、6月23日に解雇騒ぎとなる。 最後のチャンスとしての、ステファニーとのドロンコマッチで3人のディーバを呼ばれるなどして負けてしまい、解雇されてしまうものの、直後ステファニーをプールに落とすことに成功、観客から大声援を受けつつ、WWE を退団した。WWE 退団後は、製薬会社に勤務していたが、2016年7月4日の RAW に2年ぶりに登場。 さらに2018年1月28日、ロイヤルランブル2018の女子ロイヤルランブル戦に16番目に登場。しかしすぐに、サーシャバンクス、ベッキー・リンチ、ミシェル・マクール、ルビー・ライオットの4人によって退場させられた。2019年12月11日にへの YouTube チャンネル内の番組、エダークにゲストとして出演した。ステージへの登場時や、 マイクアピールに対して、観客のブーイングが鳴りやまない時など、エクスキューズミーと連呼するのが定番となっており、これを構想中のレスラーからからかわれている。また、ヒールながらも試合内容に関しては、中立的な内容になっている。エディ・ゲレロとは1990年4月に結婚。二人の間には二人の娘が誕生した。ありがとうございます。